皆さんワンスピードでも経験しているように、重いものをゆったりと大きく振る、自分の体が速く動かないことが実はヘッドスピードが上がるんだってことは体験されていると思います。それをもっと重いものでクラブとシンクロさせることによって脳からの指令がもっと速く伝達し、脳からの指令がしっかりできてくる、レベルボールを持ってスイングしているぐらいのスピードで振ることによってスイングがよりシャープになってくると思います。アリグリップス。